カモジャマスです。フルミです。ホルナカです。前回フォアローボレーやってもらってったんで、はい、今回はバックローボレーやってもらってもいいですか。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回は真ん中選手にバックローボレーをやってもらいたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。
がとうございました。ありがとうございました。バックボレー苦手な人多いですけど、これ真ん中選手逆にバックボレー武器ですよね。これこんな早いバックボレー返ってきたら苦手というか、もうなんかバック弱いと思って打ったら早く倍になって、そうですね。僕もそのフォアローボレーばっかりやってるんじゃなくて、狙われるところとしてはやっぱりバックローボレーが、うんね、みんなやっぱりバックローボレーの方が苦手って思う人もたくさんいるんで、僕はバックローボレー得意です。はい、この動画をいいなと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。